デトロイトメトロポリタンウェインカウンティ空港はアメリカ合衆国のミシガン州デトロイト近郊のロムルスにある国際空港である。正式名称はこの空港がウェイン郡に位置しているためでこの名称で呼ばれることもある。一般にはデトロイトメトロ空港とも呼ばれる。6本の滑走路と158のゲートおよびマクナマラターミナル内に設置されたウェスティンホテルと カンファレンスセンター、ボーイング747を整備できる能力を有する整備施設を有している。旅客数は、ミシガン州内最大で、デルタ航空及び、スピリット航空のハブ空港の一つである。空港コードは、DTW、KDTW。この空港は、以下の二つのターミナルから構成されている、エドワード H マクナマラターミナル内を走る。 エクスプレストラムマクナマラターミナル、A コンコース中央部、フードコート付近 A コンコースと B、C コンコースを結ぶ、光のトンネル湖のターミナルは、ノースウェスト航空のターミナルであった、デイビーターミナルを移設し、2002年2月25日にオープンした。デトロイトのノースウェストワールドゲートウェイとも呼ばれた。2005年3月30日に、 デルタ航空とデルタコネクションがこのターミナルに移転した。2009年10月27日にスカイチームから離脱し、スターアライアンスへ移籍したコンチネンタル航空を唯一の例外として、現在はスカイチーム加盟の航空会社の専用ターミナルとなっている。コンチネンタル航空は2010年3月にノースターミナルへ移転した。このターミナルには A、B、 C の3つのコンコースがあり、合計で122のゲートがある。A コンコースは南北に伸びた 1.6km もの、長大な直線上のコンコースで、中央にフードコート、および長大なターミナル内を移動する旅客を、搬送する、エクスプレストラムと呼ばれる、ピープルムーバーが設置されている。エクスプレストラムには、ノース駅、ターミナル駅、 サウス駅の3駅があり、ーコンコースの南北を約3分で結んでいる。ーコンコースには64のゲートがあり、そのうちの10ゲートは国際線の出発、到着に使用される。このコンコースはデルタ航空の大型機及びすべての国際線、到着便に使用される。10カ所の国際線ゲートには2機ずつのボーディングブリッジが装備されていて、 登場時間の短縮を図っている。これらのゲートは2ルートの出口経路が設置されていて、国内線到着の場合は2階のコンコースに直接出る経路となるが、国際線到着の場合、開花の入国審査、税関エリアに降りる経路を取っている。入国審査、税関エリアは1時間に3200名の旅客を処理することができる。国内線への乗り継ぎの場合は、 税関通過後、A コンコースの中央に上がる経路を取り、乗り継ぎをしない場合はそのまま1階の出口に出る。B、C コンコースは2006年夏に完了した第2期、拡張工事の結果、58ゲートあり、ユナイテッド航空、デルタ航空が発着する。すべてのゲートにボーディングブリッジを装備しており、小型機においても、滑走路上からタラップにて乗降する必要はない。 A コンコースから B、C コンコースへは A コンコース中央部から地下のトンネルで連絡されている。このトンネルは通称光のトンネルと呼ばれていて照明が時間とともに様々に変化する設計となっている。またここは東部標準時に属していることが3カ国語で放送される。このターミナル内ではほとんどの表示が英語と 日本語で平気されているのが特徴的である。ノースターミナルは2008年9月17日に営業を開始した。ーターミナルはスカイチームに非加盟の航空会社用のターミナルとして使用されている。2010年3月にコンチネンタル航空がノースターミナルへ移転した。ありがとうございます。